飲めーって。飲み溺れて。飲み溺れて。そんな。オッケー。すごいろ、あれが西日本最高峰、ここここに。これ厳しい参考になったね。え？はい、9時27分、今日は亀ヶ森に行きたいと思います。本日のパーティー、なんかすごいいっぱいあるわ。すんごいいっぱいあるね。初めまして、初めまして。森です。あ、いかん、忘れちゃった。何が？ヤマップ。はい、じゃあサブリーダー行きますよ。行きますよ。あなたが今日は責任者です。そうなの？はい、リーダーやもん。はい、リーダー行き。じゃあ行きます。はい、はい、ヤマップから探さない。はい、9時33分分岐、男山、小山から行きます。遅いんだな。サブリーダーがちゃんとコミュニケーション取ってますわ。さすがのコミュニケーション能力を発揮して。私がひっとりひいひい言うみたいですね。うん、はい、分岐ですよ。もう疲れた。何、めまい？もうめまいは最初から周期よ。あ、そうか。じゃあ行きますよ。疲れたっていうの、めまいもそうっていうのよ。なんて？疲れた。まだ分岐で2分しか経ってない。まだ飲まんね。まだ飲まんね。私全然喉が渇いてない。時間の問題じゃないか。時間の問題じゃないよ。自分の体調と相談しながら。まあ早飲めや、もう寒い気よ。私も寒い気よ。動きたい気よ。早飲めって。飲めだよ。夜は酒に溺れて、今水に溺れて。いいですか？いいですよ。いただきますよ。はいはいはい。これ思いやられるね、また今日も。ついておいで。山ピー。はーい。これなんですか？綺麗なね、これ。あら、これは前回。前回？前回なんか同じ品種というか。まさか埼玉バージョン、これ。埼玉なんですね。嘘や。これは。亀ヶ森にしか生息していないと言われている亀ヶ森紫埼玉花です。亀ヶ森紫埼玉花でした。本当？はい、本当、これ違うぐらいないか。いや、紫の一緒なの、これ埼玉花。へぇ、すごい埼玉花。すごいね、埼玉花。確かに最中もんね。最中最中ね、はい、ありがとうございます、ね、ありがとうございました。ねえ、サブリーダー何種やね。何種や、すごいこれ。よいしょ。つゆいるかい？いらん、来ちゃまで。なんか手つきたくなかったかよ。わかるけど、うん、後ろから来た。はい、すいません。どうぞどうぞ、さっき上がって、カマンよ。カマンが私。カマン。ロープ使うか、お前だけで。後ろは使うはずやき。使わんよ。使わんのか。お前。使わん、使わん、使わん、使わん。そんな。正解とかないです、すいません。使わないよ。入部テストやき。すごい。めっちゃ楽しいこれ。ヤンヤピー。はい。滑落ポイント。滑落ポイント。今なら滑落できる。いや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 、大事。オッケー。はい、オッケー。はい。あ、すいません。はい、9時54分第一展望ポイント、ビューポイントです。マッシュロスは。
ここで、ここで予想したら1曲、ね、あのちょっとあのウェルカムソングを、どんなんだ、こんなんだ、じゃあとりあえず私があのお手本を言う気、みんなそれ覚えてくださいね簡単やね、いきますよ、こっちバックがいいわ。何の何のかいこれ、ハイキングだねこれ。はいはい、オッケーオッケー。覚えましたかね。覚えましたね。覚えた？はい。覚えた人。はい。はい。じゃあ行きますよ。一二三。はい。ゴー。ゴーナラブフォーエバー。ゴー。まだ続くがや。はいはい。今の音程を保ってよ。はい。三はい。おーゴナラビューフォーエバー。おーゴナラビューフォーエバー。わかる。なんかちゃちゃみんな3人待ちに来たよ。あんた一人だけ笑おうてよ。よくないで。よくないで。違うだって。なんかよ、なんか話で言ったら自分の音程がどこにあるかわからなくなって、テレビにあるやんか、なんか。ああ、そういうことね。難しくってよ。ちょっと寒い気、行きますよ、もう。はい、行きます。まだ次のポイントで。はい、10時6分小山到着。ふう、ありがとうございます。はい、景色はガスで何も見えません。はい、お疲れ。何も見えません。小山です。はい、亀ヶ森には2つのピークがあります。小山と三山。そうなんだ。ここが小山です。で、今から行く三山が本当のピーク。本当はめっちゃ綺麗な崖だけど何も見えません。なんちゃ見えんね。はい。今までさんざんアップしてるけど。やっぱりよ。なんかカメラがオフになったらよ。うん、キャンキャン言うてよ、うん、オンになったら黙ってよ、うん、さっきまで大っちゃいやそうに言うからね。人間そんなもんやって。え、人間そんなもんやって。キャラ作りやろ。人間誰でもそんなもんやと思うで。さっき真っ赤な顔になって怒ってた。すごいすごい、私になんかもうお前にあんたにあのわがままとか自己中言われたら言うてすっごい怒っちゃったやんか。クーコちゃんに自己中とかわがままって言われろ。クーコちゃん以上の自己中ってなかなかおらんで。いや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 、ね、そんなことはない。ある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 。もう言うね。優しい人がおってクーコちゃんとやっと成り立つがやきよ。ほんで自分イコール優しい人かもしれない。当たり前やんか。え、当たり前やん。どこがどこかやね、すべてが。すべてこの存在が。そうそうそう、優しいがや。そう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 、じゃないと付き合ってられんと思うで。そう。ありがとう。ありがとう。ありがとうが大事だから。ありがとう。ありがとう。ありがとう。あんたと一緒にね、土俵に上がることに。あんたも大分上に置きよ。
もう手のひらでよ、うん、はいはいって言い言うよりやいいよりやって言ってそういうことの中で結果これ待っちゃときはそんなことやろ何が何がよう喋るね今日も、うん、よう中華駅車酔い中華駅じゃあ休憩よね、うん、で車酔いで下でちょっと待ったきこんなガスタワロ違うよ時間帯じゃんマッキーの時間帯の設定がおかしかったきこんなことなんちゅうがすいませんごめんよ謝る気持ち俺土俵が違うけどお前とそうでね余裕があるからこっちはどれパートしたらがで気づけ気づけ滑落せんといかんやとはいありがとうございましたありがとうございました滑落はヤマピやきねはいそしたら10時13分、はいはい、休憩したんで行きますよはい、はいはい、スタートです、はい面白いね。リセットされるからね、しのぶと一緒に。一日寝たら。サブリーダー。はい。これ嵐じゃない？ねえ、なかなかね、これ。風もすごいし。こんな日に登らないかんもんかい？これね、かまんか、こんな日に。美女2人。初登山のね、美女2人。そう。また来る、言ってくれ、言うで。まあ、そりゃこだわる遠路ね。こんなやつら。こんなやつまでね。何も見えん。ちゃんと見たいよね。そうよ素敵な景色をただの嵐やでねえ大丈夫いやこんな日だってよ道中全然よ晴れとってよ、うん、手前は行けんじゃん雨の後やきよそうなが雨の後は絶対風が吹くもんそうなが雨の後はちょっとやめてそうながやなるじゃあ私だ今日めっちゃ最高になるぐらいないって言ったけど違うぐらいもう最高な感じかもしれん雲海見えて最高かもしれんって言ったけど違うぐらいね違うね紙一重やねねえまだまだ経験値が足りんねねえはいすいませんありがとうございますありがとうございますはい10時30分分岐、右に行けば西黒森、ここをまっすぐ上がれば亀子森ピークですはい、あとちょっとですよ一気に行きます何あとちょっとですよ、はい、一気に行きますね、はい、あと3分ぐらいでピークですマジで3分5分かなはいはい、10時32分亀ヶ森、美山、1897m 到着で、景色はガスで何も見ませんあ、お疲れ様でした。はい、今日はガスの中、新人さん2人を迎えて、亀ヶ森、無事登頂することができました。登頂を祝って、万歳三唱したいと思います。それでは先導させていただきます。亀ヶ森、登頂、万歳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 おめでとうございます。おめでとうございます。真っ白やけどね。そうやね。よかったです。ありがとうございました。はい、ヤマピー。はーい。これなんかある。なあ、まあ、トゲトゲもしちゅうけど、ちょっとツンツンしてますね。ツンツンツンした感じですね。うんうん、これは亀ヶ森にしか生息していないと言われている突っ張りツンツンバナです。またカンブリー名も色もないで亀が森つっぱりツンツンバナです亀が森つっぱりツンツンバナでした、はい、色ないやんカマンガカマンガ成長してカマンガカマンガありがとうございましたカマンガでねあそうやねマヤが出てくる気は博士にいろいろ入れない考えすごい長ったらしくなってくるからありがとうございましたはい10時27分真っ白なんで早々に下山します、はい、あの避難小屋まで行ってご飯食べましょうかね、はい、そしたら下山開始はい、はい、おどよ全然よサブリーダー何しゅうがいきなりこのハメ奪われなんかギャンギャン言うてくるがよ前の人がじゃあじゃあ俺も言うがよクソサブにそうよみんな止まらせてよだって危ないやんここ歩きながら全部殺せって言わかえあんたそれちょっとわがままないが自分勝手でわがまま言われてよ自分勝手自分勝手言われてよだけど私はやっぱりよ団体行動よそうおかしいと思う団体行動やきよなんぼリーダーでもよ団体行動を乱したらいかんと思うそうキヨキヨ前からだから早せやんもうほんまにね
友達できてよかったね。よかったね、サブリーダー。よかったね。そうやね。よかったか。最近本当に女とあね、友達がおらんかもしれんかよ。そうやろ、うん、そうや。なんかね、女性の友達があんまおらんみたいで、ね、山登るとマッキーとエマピーと気温3人か。ね、うん。まあ嬉しいかもしれん。ね。そうだね。うん。よかったね。よかったね。まあ、よかった、ね。本当に次、次言うわ、それ。今日で終わるかもしれんけど、今日はね、なんか言うてもらえんけどよ。嫌になって。ねえ、なんだかんだで嫌になって。そうやね。ねえ、やかましいとかね。そうそう、最近仲良くしとかないから。しちゃうねんて。お友達登録よろしくお願いします。よかったね。よかったね。LINE 交換をしちゃって。よかったね。ねえ、よかったよかった。交換してくれるかわからんで、まだ。いや、そら、お前の。え、ね、力量よ、これから。懇願したよ。懇願。付き合ってられん？付き合ってられんわ。そんなこと言いながらね。だってけどあんたらよ。けどあんたら映画も一緒に見に行くし、結構仲良しで。うん、どうもで。まあ、そう仲良くしちゃりよ。私も。私大回しちゃり。仲良くしちゃりが、うん？どっちがしちゃりが？私よ、そら。そうやろ？何しちゃりよ。仲良くしちゃりがやって。こっちも仲良しちゃりよ。いや、けどほら、うん、あの車積んでっちゃりやから映画見に行くとき。そらね、通りがかりやから、ね。通りがかり。逆方向に向かいにまで行かんねん。いや、やっぱ先輩やったらよ、向かいに来ない考えないが。ないよ、そんなことせんよ。先輩で思うてるやろ、大体。遠いにわざわざ行くか。実家に無理やかった。いや、お前だんだん言葉があるなりで。ね、言葉があるなりで。言葉があるなりで。ちょっと、反省しよ、ちょっと。もう、ほんまで。ほんとでも。いい加減にしよ。まあ、まあ、今日大丈夫、私。一緒の土台の土俵が違うわけね。こっちも立てないけど。いや、お前立てれんがよ。立てれんがか。ほんまに。サブリーダー、雨降ってきたで。ねえ。今日も厳しい参考になったね。厳しい。いや、初めてだけどね、厳しいよね、なかなか。お前は厳しいないか。私、うん、ちょっとこの間、大雨の通りで。大雨こんなんどうでもいい。まあ、どうでもいい。いやけど、厳しい参考やね。いや、初めての人だけ厳しい。クソ寒いし。ですね。うん、やと思うよ、そら。これ、懲りたかやないか、お前。懲りたと思う。もう懲りた？もう懲りたのかね、聞いてみたら。ねえ。また来てくれるかな。いいと思う。そんなんでいいか。わからん、イワシュウやか。ほんまや。はい、10時18分、第一キャンプ場かな、ここ第一やったっけ、ビューポイント石寿司さん、ビューポイント見て見て、石寿司が綺麗に見える、あそこほら、見て全然すごい色、あれが西日本最高峰、ここら辺。よう分からんけど、すごいね。はい、ビューポイントでした。よう分からん。はい、残念。はい、どうも。はい、11時55分。お昼も食べたんで、はい、今から、亀粒見に行きます。はい。はい。レッツラゴー。はい、はい、ゴー。はい、11時58分。避難小屋、到着。めっちゃ綺麗ですわ。で、これがバイオトーレス。ね、ここで食べたらよかったけど、本当は。ここはいっぱいあったかな。そう、ここはいっぱいあったし、はい。トイレ休憩、トイレしよったのかね。トイレもありますね。トイレも綺麗です。バイオトイレ。うん、名古屋。じゃあ、通過でいいですか。はい、はい、通過。通過します。はい、サブリーダー、はい、これ本降りになって聞くけど。ね、これ大丈夫、今日こんなん聞いてなかったね、話。ちょっと、亀粒行くって言うたけど、うん、急遽降りる？降ります。もう決断して、うん、いや決断した、降りましょう。正しい判断。いや降りましょう。いや降りろ言うて。見て向こうすごい雨雲で、あれ雨雲やね、晴れ中やね、危ねあこの境目がすごいや、うん、あそこね、これ厳しい参考になったね。ほんま、すごい厳しい。初めての人もおるのによ。こんな日に、こんな日に連れてこないかんもんかい。ねえ、晴れと思うとったのに。この中に雨女がおるね。絶対おるで、うん、ドキって言うてきたらいいかもな。うん、まあ、天気予報を覆すほど 雨女がおるね。今日最高な天気やと思うちょったのによ。もうほな降りましょうか。はい、降りましょう。はいはい、はい、12時21分亀壺到着。あれ？まさかの亀壺がない。
いやー、亀壺変わっちゅう、というかあの石が落ちてきちゅう、あ全然水深がなくなっちゅうわ。あこれ残念やね。いやちゃちゃちゃ、これは残念ですわ。これ石がだいぶ詰まっちゅうやんか、これ全部なかったかよ。あそうやね、石が詰まっちゅうね。だから、うん、水深が1メートル50ぐらいあったのに今全然なくなっちゅう。これが落ちてきたかやろね。あ残念ですわ。ヤマピーねえ、もっと突き取って、うん、あの底が見えなかったもんね、なんかこう。残念。初めて初めて。はい、もうカメガモリ、はい、ね、カメツボこんな感じになっちゃったけど、まあとりあえずじゃあ引き返していきますよ。行きましょう行きましょう。初めてやったかい？初めて初めて初めて。まあ、よかったね、経験やったね。けど馬中がで、経験かどうかわからんけど、うん、馬中。本当のカメツボではないあれ。流れね。残念な感じ。だから、うん、だからよくわからん。まあ、来年ヤマピーが掘り起こしに来る。ね。うん、まあ、動画撮りに来るわ私は。じゃあね、分かった、うんね、じゃあそういうことで、うん、一回します。はい、はい、カメラマンでね。はいはい、12時39分登山口付近まで帰ってきました。今日は、大型新人2人を迎えて亀ヶ森に登っていました。天気予報では晴れの予報で、景色とか雲海も期待して頑張って歩いてたんですけど、なんとガスで真っ白、そして、おまけに今結構本降りなんですけど雨が降ってちょっと厳しい参考になりました、初めての方にはね。それでもまあゆっくりと周回コースを歩けたので良かったかな。また経験を積んで、次の山に一緒に行けることを願ってます。それでは合流したいと思います。オッケー、そしたらゴール。よっしゃ、お疲れでした。お疲れ様でした。お疲れです。お疲れ様です。お疲れです。お疲れです。はい、お疲れです。お疲れです。厳しい参考でした、ね。